どうも、めちゃめちゃアメスです。はい、ということでね、白樺学園とね、創成館ということでね、これはね、なかなかね、面白いね、ゲームになってくるかなと思います。まあ、このね、両方ともね、守りのチームですね。で、まあ、この白樺学園っていうのは、このエースの子がね、身長188の、もう高身長でね、で、なかなかね、まあ、嫌なね、ピッチング、相手チームからすると、やっぱりね、ほんまに、ね、角度もありますしね、マックス143で、ほんで、なんでしょう、安定感もあるんで、なかなかね、やっぱり、こう、打ちにくい。ほんで、リリーフに、この、神谷選手、身長168の左ピッチャーなんですけど、どん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 ね、インコースとかね、結構こう、なんでしょう、攻めてくるね、ピッチャーということでね、なかなかね、やっぱり、ね、それこそ、甲子園とかではね、やっぱこの神谷選手のリリーフが鍵になってくるのかなっていうのがまず僕の見解で、創成館はもうめちゃくちゃね、こっちも守りのチームで、まあ言ったらね、まあ久しぶりのね、ちょっと甲子園な感じがするんで、というよりか、うわ、明日甲子園行きたいな、ね、創成館の応援ね、好きなんでね、ほんまにね、140、エースが143でね、身長そんなでかくないんですけど、まあ、安定感がありますよね。まっすぐ、スライダー、カーブで、カーブが緩いカーブね、だからそれをがやっぱり結構ね、やっぱあのね、カーブってやっぱ142、3ホールピッチャーの緩いカーブってあれね、もう手が出ないんですよね。なんかあれみたいな感じでね、初球カーブ来られたらね、やっぱり手が出ないんで、やっぱりそのカーブがあることによって、まあ、ワンストライクもね、取りやすくなる。で、結構そのね、実績としても、やっぱりなかなかね、そんなね、打たれてきてないピッチャーなんで、だからほんまにね、その、ね、こう、球速とか、やっぱそんな以外に、やっぱりいいところっていうよりか、なんか、ね、見とっても、やっぱその、キレ的なところとね、やっぱりその、なんていうんですかね、自分のピッチングスタイル、この時にこれを掘ればいいっていうのがやっぱり分かってるピッチャーなんで、だからなんでしょう、英明のね、正規君でしたにちょっとね似たような、感じのピッチャーだと思います。だからね、その球速ほどね、ね、たまあ球速でね、ピッチャーをね、見るとやっぱその球速はそんなないんで、一見ねそんなにねいいピッチャーじゃないと思われがちなんですけど、やっぱりね、なかなかほんまになんていうんですかね、ローボールにもね、球もね集まってるんで、だからやっぱりそういうピッチャーが、なかなかね、相手からするとやっぱ安定感があるピッチャーってね、嫌やと思うんで、だからこの村田くんはね、なかなかいいですよね。とあとこの奥田くんっていうね、ピッチャー、これ背番号何番で入ってるのかな、背番号10の子ね、もう、これね、なかなかねいいんですよね。こうなんていうんですかね、これもね、まあ、似たようなピッチャーではないんですけど、この子もね、ほんまにね、こういった急成長株ということでね、期待がね、されてるピッチャーで、まあ、この2枚がね、やっぱとりあえず主にね、まあ、他にもね、岡崎、森友くんっていうセンターの子か、とかもね、ピッチャーにね、出てきますし、あと柴田くんとか、村田くんとか、まあ、村田くんはエースでね、なかなかね、いいピッチャーが多いんで、ほんでね、創成館がね、なぜね、明日ね、創成館がね、勝つと、言うのかというと、創成館はね、やっぱりね、なんかね、嫌な、だからそれこそ、英明高校と似たような影響をね、まあ、してくるんですよね。まあ、そのスクイズもありますし、これね、ギダがめっちゃ多いんですよね。決勝7ギダですって。だから決勝7ギダで、で、なかなかね、バントを買った、バントをしながらね、バントエンドランとかで手堅い野球をね、どんどんね、していくタイプなんで、で、やっぱりその打撃もね、それなりにね、こう、全く打てないとかじゃなくて、やっぱりアベレージね、ヒットを打てるチームなんで、なんかこう、厄介になってくるね、チームですし、なんか、なんでしょう、こう、相手、チームの方がやっぱこの我慢比べに、強いチームだと思うんですよね。だからやっぱりこうね、甲子園って結局ミスしないね、チームっていうよりかね、いらんことをねしないチームがね、勝つんで、だからそのボンヘッドとかをね、するチームじゃないんですよね。
昔から、ね、結構徹底されてますから。で、やっぱり逆方向にもね、しっかり打てますし、何よりね、やっぱり守備がね、うまい。守備のね、やっぱり、これ守備がね、うまいって言ったら、これ僕もね、中学校ぐらいの時ね、勘違いしとったんですけど、あの守備がうまいって、ね、それこそ、パーって前に出てきてジャンピングスローするとか、なんでしょう。ね、飛び込んで取って、掘って投げてアウトにするとか、ほんまそういうのじゃなくて、あの、ほんまのね、守備うまいっていうのは、バウンドとかをしっかりまた割って、合わせれるね、守備っていうのが、うまいんで、だからほんまになんでしょう。ね、極端な話で言ったら、メジャーリーガーをやっぱり、うまいと、中学生ぐらいの時ってやっぱり思うじゃないですか。ね、前出てきてジャンピングスローしてとかね、守備うまい人のね、動画とかってなったらね、町田選手みたいにね、まあ町田選手はうまいんですけど、こうなんかジャンピングスローで取ったり、投げたりがやっぱりね、派手に見えてうまいってね、思われがちなんですけど、ほんまにね、うまいのはね、それこそ明徳とか、この創成館とかね、のね、ノックとかをね、見とったらわかるんですけど、もうほんまにね、全員で、ね、また割ってね、取ってるんですよね。ほんで、また、基本また割って、バウンド合わせて取って、内野手ね。ほんで、合わへんかったら、前に出てきてね、シングルで合わすっていうね。ほんまにね、理想的なね。だから、源田選手とかのね、守備とかにね、近い。近いっていうか、その、フォルムで言ったらね、その、しっかりまた割って取る。で、合わんかったら、柔らかく前に出てくるっていうね。だから、やっぱりそういう守備をしてる人って、やっぱり、ここ一番での、ね、また割った時って、また割って取る人っていうのは、ここ一番ね、バウンドが変わった時でもシングルで対応できるんですよ。でもやっぱりね、シングルで基本的に合わせる人ってバウンド変わったらもう合わないんですよ。だから、なんでしょう。誰がっていう、クラーク国際とかね、で悪い例出して悪いんですけど、やっぱりね、みんなシングル、ノックとか見とってもみんなシングルで、ね、めっちゃ取るんですよね。だからやっぱりシングルで、取る内野手っていうのは、やっぱりバウンドがね、変わったりするとね、やっぱりすぐね、ヘラーしてしまうんで、だから創成館とかこういうね、守備がいいチームっていうのはね、派手さはないんですけど、やっぱ見る人は見たらわかると思うんで、やっぱその守備がね、めちゃくちゃね、硬い、守備が硬いんですよ。その派手さはないんですけど、エラーしない。だからそういう守備がね、できるんでね。だからあと、守備の上手いチームとかで言ったらね、あと山梨学院とかのね、ノックとか見とっても、めちゃくちゃね、守備はね、上手いんで。だからやっぱその、ノックとか、やっぱその内野手の動きとかをね、なんかいろいろ見てみるのもね、いいのかなとも、思います。あと、ね、札幌日大のね、ショートの子もね、めちゃくちゃね、上手かったですよね。だからね、そうやってね、守備のね、上手いチームっていうのは、やっぱりこう、取りこぼしのないというか、だからやっぱり、ね、この白樺、ね、学園との試合ってなっても、やっぱり、ね、どちらかというと、やっぱね、創成館が、まあ、優勢って思うじゃないですか。ほな、この優勢なチームが、やっぱこのね、取りこぼしとか、やっぱり、なんていうんですか、波乱を起こされるときって、やっぱり守備からなんですよ。でもやっぱりこの守備のいいチームっていうのは、結局ね、一番ね、強いと思うんですよ。やっぱこの甲子園とか、やっぱ大舞台で、やっぱりみんなあたふたしてる中で、やっぱり、ね、守備がね、いいチームっていうのは、ほんまにね、隙がないというか、なんか、ずっとね、守ってね、しっかりこうね、相手にね、流れを渡さんかったらね、おのずとね、相手のミスでね、チャンスが来るんで、だからそういう意味でも、この創成館っていうのは我慢比べでね、強いチームやと思うんで、だからまあ明日はまあ、4-1 ぐらいで、創成館が、勝つと思います。はい。ね、なかなか、この防御力、投手力があるんで、ほんでバッターもね、そのエンドランとか、そういう面白いね、野球をね、してくるんで。ただ、まあまあ大丈夫やと思うんですけど、なんかね、今年ね、ほんまにその、意味わからんところでね、バントみたいなのがね、多いんで、だからそのね、犠打をこう、なんて言うんですか、自分のね、チームの色にね、創成感をね、してるがあまり、なんか意味わからんところでね、ギダをね、しすぎないようにね、しすぎたらなんかね、ちょっとね、内戦年でなってまうんで、だからそれだけがね、心配っていうのと、だからね、創成感の方がね、圧倒的にね、明日の試合はね、有利かなと思いました。
はい、ということでね、皆さんの試合予想、ぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。